はい、こんにちは、サイです。今回はここ数日発表されたいろんな情報を見ていくのと、動画の後半で最近のパズルについて思っていることを簡単に話していこうかなというふうに思います。はい、まず本日発表されたイベントですね。ゴールデンウィークスペシャルということで、もうそんな時期か、早いな。4月も後半なんですね。はい、ということで、まずこちら第1弾、石55個もらえますよと、明日ですね、ありがとう。で、毎日ログインで魔法石ゲットできますよ。次、動画視聴のガチャが1日4回だったのが10回に増えますよということで、これね、結構全部消化するのめんどくさいんだけれどもね、まあ回せるということでワンチャンフェス券とかが出るかもしれませんね。で、これは来週からですね。はい。で、次、友情ガチャのラインナップが変わりますよと、期間中ログインすると友情ポイント最大5万ゲットということで、ガチャいっぱい回しましょうという感じですね。モンスター育成プラスカーニバルがありますよという感じですね。はい、次、ゴールデンウィークタイムアタック開催ということで、これをクリアすると、上限解放がもらえるみたいですね。これは頑張ってクリアしたいですね。で、他には虹メダル、スーパーノエル3つ、友情ポイント1万1億コインなどがもらえますね。はい、次、まあ、これが一番大きいイベントかな。日替わり対象フロアが消費スタミナ5で遊べますよということで、その期間の方が、25日から開催されて、極限の闘技場と裏極限闘技場を、三神、異形、烈海、で、魔紋、そして魔老までね、スタミナ5で遊べますよということで、これそれぞれ1日おきに変わっていくんで、自分が回りたいダンジョンしっかりね、日付確認しておきましょうというところですね。個人的には、魔老かな。はい。で、期間限定ボーナスイベント。こちらが、モンスター交換所にノエルドラゴンが期間限定ラインナップということで、プチノエル2体と、ノエル1個交換できますよと。まあ、このぐらいだったらもう常設でもいいと思うんだけどな。はい。ということで、プチノエル余ってる人は大きいのに変えておきましょう。で、スペダン一度きの超絶経験値があって、200万経験値がもらえますよと。それが3回ありますよ。ストーリーダンジョンの経験値が10倍になりますよ。協力プレイの、友情ポイント10倍になりますよ。対象ダンジョンランク経験値10倍になりますよと。ノバダンとテクダンですね。でスキル上げ10倍ですよという感じですね。まあ、目玉としてはこのスタミナ5で回れるダンジョンをしっかりチェックしておきましょうっていうのと、上限解放1個もらえますよっていうのと、あと石55個ですかね。なんか最近はそのパズラ運営さん石配る理由をなんか必死に探してるのかなという感じがするんですけれども、まあもらえるものはもらっておきましょうという感じですね。はい。で、これが本日発表された内容で、次、昨日ですね、山本大輔プロデューサーがツイッターで、新覚醒スキルタイプ追加と副属性変更開発中ということで、これもちょっと軽く触れていきましょうか。はい。で、こちらの方がですね、この画像を見ると、紙タイプ追加って書かれてるんですけど、こちらが、主にアシスト進化に実装される覚醒で、それをつけるとそのモンスターにタイプが追加されると、まあ、悪魔タイプのモンスターに紙タイプ追加をつけると、悪魔神になるっていうような感じですね。っていうのが一つ追加されますよと。で、もう一個が副属性変更ですね。こちらが、アシストをつけると副属性がその属性になりますよと。で、ここに書かれてるんですけれども、ダメージは攻撃力の 15% 分って書かれているんで、これね、同属性だった場合は元の副属性 10% で設定されているんで強化になりますね。で、違う属性だった場合は元の、パーセントが 30% なんで、まあ、弱体にはなるんですけれども、まあ、それはダンジョンとか編成次第かなっていうところで、基本的には、まあ、主属性、副属性、同じ属性にして、裏カンストを狙うっていうような使い方が、主になるかなっていうふうに思いますね。そうじゃない場合は、多色でどうしても使いたいモンスターがいるときに、属性を足すためにつけるっていうのは、まあ、そういう感じになりますかね。副属性が水のキャラに火をつけると、副属性が火に変化する。副属性を持ってないキャラにアシストした場合は、副属性が火になりますということで、これ、副属性のみのモンスターに関しては言及はされてないっぽいですね。そこはまだちょっとわかんないみたいですね。ということで、まあ、それなりに大きな変化がそろそろ来るんじゃないかなっていうことですね。はい、楽しみにしておきましょうという感じですね。はい、で、最後こちらですね。来週4月28日木曜日に、裏修羅の限界に新フラの実装、称号青龍を獲得できるチャレンジダンジョンも開催ということで、まあ、青龍っていうことは気候城なので、裏気候城が登場しますよっていうことですね。まあ、結構時間空いたけども、ついに登場するんですね。まあ、僕は青龍もすでに持っているんで、頑張る必要はないじゃないんですけれども、まあ、どんなダンジョンになるか、周りの人の反応とかをね、楽しみにしたいなっていうふうに思っています。
で、あとはまあヒロアカが来週からおそらく復刻するんですけれども、それのまあイラストだけがねとりあえずいくつか発表されてるっていうような状態ですね。僕は原作全然知らないんで何とも思わないんですけれども、はい、っていうことみたいですね。っていうことで、そうですね、まあここからじゃあ思うことを簡単に話していくんですけれども、まあ、そうですね、最近のパズドラ一言で言うと刺激が全然ないなっていう感じですね。みんながどう思ってるか知らないけど、僕はそういうふうに感じてます。あのコラボとか限定ガチャが相変わらず週各週以上のねペースで追加されていく感じ で、それだけで結局いつもとやってること変わらないと、いわゆる虚無期間みたいなものをね強く感じています。ただそれはね、まあ僕の立場からすると当然とも言えんのかなと思っていて、まあ、今のパズドラってその何してるかっていうと、目新しいダンジョンは特に追加せずに、まあ、過去のコラボとか限定イベントをちょこちょこと復刻しつつ、石を配ってガチャを引かせると。だからこれは要するに中級者程度のプレイヤーを前線に追いつかせようとしているのかなっていうふうに、まあいいように捉えればそうなるかなっていうふうに思ってます。ただそのやり方が結局ね、まあ使い回しでしかないんで、普段のやり込みがね強いプレイヤーからすればちょっと物足りないんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとまあ一応こういう新要素もね追加される予定があるらしいんで、そのためのね時間稼ぎを今してんのかなっていうふうにも思ったりはしましたね。僕個人としては、まあ、最近パズドラほとんどやれてなくて、でそれ以外にハマってるゲームとかアニメが今あって、で裏でそっちにね時間使っちゃってるんで、パズドラのスタミナはね今溢れまくっちゃってますね。で仕事の空き時間に 4次元をね、まあ、ちょこっとやるぐらいの感じで、ほとんど何もしてない状態です。ただその、まあ、視聴者の方のねコメントとかを見てると、まあ、有名配信者さんもここ数日の動画の更新がかなり滞ってるような感じがあって、でそれがなんか、まあ、自分だけじゃなくて結構多くの人が今そういう風になっちゃってるのかなっていう、なんかそんなね空気を感じたりもしました。かといってじゃあパズドラ界隈全体が今虚無なのかっていうと、まあ、そうとも限らなくて、式神がね復刻した日のセルランは1位になっていたりしたんで、まあなんというか、不思議なゲームになっちゃったなっていう感じがしますね。普通じゃないというか、常識に当てはめて考えるのが難しいゲームだなっていうところですかね。まあそれがいいか悪いかはさておき、はい、まあそんなもんですかね。あと山本大輔氏は相変わらず心底気持ち悪いなっていうふうに思っています。はい、というところですね。まあ簡単ではあったんですけど、よかったら皆さんの感想も教えてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画もしくは生放送でお会いしましょう。バイバイ。